E プラスをご覧の皆様、こんにち は、私たちは今パーマやスミレというお芝居の稽古中でございます。はい、作演出のチョン・ウィシンさんです。はい、チョン・ウィシンです。パーマやスミレ、はい、この芝居は、東京オリンピックの翌年1965年から始まる物語です。九州のとある炭鉱町、そこにある、アリラン峠と呼ばれる小さな集落の小さな家族たちの話、その話をめぐる物語であります。内容はといいますと、それは、見てのお楽しみですがそうなんですね。でも、1960年代の話ですが、現代にもつながっていくところが大いにあると思いますので、ぜひぜひご覧になってください。それで、そのヒロイン住役を演じる南香央さんです。はい、こんにちは、南です。今回、チョンさんの書き下ろしの舞台はこう初めてなんですけれども、すごくこう私はもうその出来上がった本をこう初見で読んだ時に、もう3回ぐらいこうもうぐわっとこう湧き上がるものがあって、号泣しちゃったんですけれども、もうその本は本当にあくまでも叩き台であって、そこからそのまたチョンさんのその演出によって、もうすごい喜怒哀楽がもう本当にもう渦巻いていまして、その、まあ、喜怒哀楽をこう4つのパートに分けて 25%、25% ずつじゃなくて 120% ずつこう盛り込まれているお芝居なので、もう多分その時間もその場所もタイムスリップして、皆さんこうアリラン峠の一住人としてこの物語の中に多分生きるじゃないかと私はこう予想してます。で、ちょっとそのチョンさんのこう生まれ育った姫路があるので、ちょっと吉本的な要素も入っていますので、とにかくもう私も稽古しながら本当に他の人たちがみんな面白いので、もう笑いをこらえるのが必死に耐えながら稽古してます。ぜひ、はい、見てください。はい、で私の旦那さん役の松重豊さんです。はい、松重でございます。もうほとんど皆さん、お二人が喋ってしまいましたので私は言うことありませんが、面白い芝居を作っておりますので、よろしくお願いいたしますというわけで、この2人を中心に、はい、アリラン峠で、舞台は、展開していくわけですが、うん、稽古の感じはどうでしょうか。稽古初日にアジア一しつこい演出家だという世界で2番目 で、アジアで1番っていう、しつこい演出家だということを、自負なさっていらっしゃいましたので、まあ序盤戦ですからね、まだこれからぎゅうぎゅう絞られていくのかなという感じで、サラサラしてるんで、最近サラサラしてるんですよ。バカバカしいことばっかり、バカバカしいことばっかり要求して、それはね、意外なところの演出って多いですね。もうこれ3回言うんですかっていう、あ、キーワードは3ですね。そうですね、3つをして、ホップステップジャンプ、1、2、3段落ちみたいな吉本育ちなのすいません。はい、それはポイントになってますね。でもすごいやっぱりそのジョンさん自分でね、結構しつこいしつこいって言うんですけども、本当にこうどんどん面白く、本当にもう台本は設計図でどんどんもう立体的に面白く作っていくんで、その稽古時間長いですけど、そんな長く感じなくてね、長く感じないですね。結構その稽古場の中笑いがいっぱいあるんで、あっという間に、あ、8時9時っていう感じ、というか、まあ本の骨組みがすごくしっかりしてるんで、どういうアプローチをしても面白いっていうことはあるんですよね。だからどんなに崩しててもそこがなんか笑いで何かこうロス、なんか道外したりっていうこともないし、なんかやっぱり一つ線が通ってる、骨格がね、しっかりしてるから、
だから遊びの部分っていうのは牛井さんもいろいろとこれから試していかれるでしょうし、うん、まあそっちもね楽しみつつも、うん、まあ本筋はまあ重たいというか、まあ、あの骨太の物語が、もう幹は本当しっかり太くて、うん、こう本当に大地に根を下ろしているようなあの人々のお話なので、その辺のこうたくましさっていうかね、あの土着性っていうか、それは本当に今に通じてますね。まあ、ちょっとこう震災の後を受けてって言ったら全部それにあの結びつけちゃう流れはあるかもしれないんですけど、まさにでもその住む場所を奪われようとしている人たちがいかにそれをこう食い止めようとしているか、 そしてまた新しい場所で生きていこうとするかっていう、そういうところも入っているので、本当にもう今この65年を描いてるんですけど、本当今の物語だなと思います。はい、3月5日初日で3月の25日まで、はい、新国立劇場小劇場でやっております。はい、ぜひいらしてください。